はい、こんにちは。今回はブループリントインターフェースの実装の前に、ブループリント同士の通信方法を一覧で見ていきたいと思います。自分が把握しているブループリント間の通信方法は大きく5つくらい。上からリモートイベント、2つ目が Get All Actors of Class っていう形で、まあ、キャスト系全般はまあ、このグループって感じにしておこうと思います。3つ目がイベントディスパッチャー。 4つ目がブループリントインターフェース最後がアプライダメージ間違いやちょっと違う部分などあったらコメントで指摘してくれると嬉しいですでまあ一番上のリモートイベントと一番下のダメージはこの中にあるとちょっと違和感があるんですが一応ブループリントの通信手段としては載せておこうかなと思います、まあ、一個ずつ見ていきましょうかリモートイベントはこの動画シリーズでは全く触れていないですが サブレベルなどを使うようになってゲームの規模が大きくなってくると使うような場面が出てくるかもしれませんアンリアルフェスイースト2019でスクウェアエニックスの方の講演で特定のイベントの特定の状態の時を指定したい時なんかによく使っているという話をしていました、まあ、そのままではなくカスタムして使っているらしいですけどねサブレベルやレベルストリーミングに関してはおかずさんの猫でもわかる UE4 を使ったゲーム開発超初級編 シャープ8が参考になると思います規模が大きくなってくると必要になることがあるかもしれませんサブレベルのイベントを制御したい時には確認してみてください次に GetAllActorsOfClass キャストと一緒くたにしてるんですけど特定のブループリントクラスを呼び出すという点で同じなのかなと思っていますキャストで呼ぶ場合、えー、とオーバーラップみたいにこういう組み方をすれば どれにオーバーラップしたものに対してイベントを呼ぶっていう形にできるんですけどプレ,イプレイ開始時に何か相手にやらせたいっていう場合このオブジェクトを、まあ、プレイヤーだったらここにゲットプレイヤーでやればいいんですけどその辺の敵に対して、まあ、ここ何何を 当てればいいのかっていうのがちょっといまいち自分の知識だとよく分かってなくて、まあ、この状態でコンパイルするとエラーになってしまってまあ何ですかねここにゲットゲットなんちゃらってゲットオーナーとかってやっても多分この状態だと思った通りのことはできないと思うんですよねでもこの辺このオーバーラップしたらみたいなこのオブジェクトを指定することが できない場合に、get all actor of class。まあ、これで、テイを指定してあげて、うん、で、ここで、これまあ、あんまりおすすめっていう状態ではない気がするんですけど、ループ、なんだろうこのテイがたくさんいた場合、 3体くらいいた場合あのー、なんこキャストでつなぐとどれ,どれだよっていう話になってこれレベルブループリントだったら、えー、と指定できるんですけど単純にブループリント、えー、と普通通常のブループリントクラス同士だとどれなのかっていうのをなんかうまいことこう えっと、オブジェクト番号とかを指定してあげないといけないんだと思うんですけど、ちょっとその辺がいまいちよく分かってなくてですね。で、まあ、この g e t a l l a c t o r t c を、ofClass を使って指定してあげると、一応、まあ、コンパイルでエラーも出ずに、例えば、えっ、ー、と、関数を呼ぶこともできて、まあ、この状態だと、まあ、今だともう全部3体とも、 死んでしまうと思うんですけど、まあ、一応通信はできるって感じですね。あとはまあこうあれなのか、まあ、順番特定のもの、まあ、こ,うこういう風にする場合あれですよね。この get all actor of class ではな,なくというか、このまあブループリント上でどうにかするっていうよりは。 レベルブリープイントを開いて、まあ、その中だったら、例えばこいつだけ、こいつだけを、えっ、ー、と、選択した状態で右クリックすると、このリファレンスを作成ってできるので、まあ、これで、これですね。これで定位。でやれば、オブジェクトに、どれがつながってるかっていうのが分かって、 です。うん。まあ、特定の、あれノート。うん。不必要な不つ、不必要なことしてる。こう。ていってい。ああ、そうか。こうキャスト。さすがに、もうこれが、これこれがもうすもはやキャストみたいなもんなんで、ですでいいってことか。 ああうんうんこれで、まあ、1秒したら死ぬ、まあ、ここにディレイが1個入ってたんで1秒したら死ぬってやつですねうんまあ、特定のものをどうこうしたい場合はレベルプリプリントでやった方がいいかなと思うんですけど一応なんかこうゲットオールアクターオブクラスで読んできて、まあ、この場合無理やりですけど3つ全員,全員死んでもらうみたいなことも でできるかななみたいな感じでどうですかねこのゲットラクターがどの程度使うものかはちょっとあんまり把握できてないですけど基本的にはこのキャスト、まあ、キャストと同じくらいというか、まあ、中身中身ですよねこの定義の中身は今からからっていうかそのあんまり重い処理はしてないのでこれを読んだからといって別に重くはならないと思うんですけど 複雑なことをし始めると徐々に徐々にこの中身が重くなってきて呼ぶと少しこう負荷がかかるみたいな場面も出てくるかもなっていうところでまあ使わなくていい場面では使わない方がいいんじゃないかっていう話がちょこちょこ聞こえてくるって感じですねって感じで次えっ、ー、とこのキャスト以外の方法を模索していきたいと思います、えー、次がイベントディスパッチャー ブループリント間の通信といえばっていう形で、このイベントディスパッチャーかブループリントインターフェースかっていう形の、まあ、この2つのどっちかを、どっちを使うかっていう形で悩むことがあるんじゃないかと思います。できることはなんかほぼ同じような気がするんですけど、イベントディスパッチャーの方は、えっ、ー、と、データを送る側、データデータというか、通信、えっ、ー、と、何かが起こったことを送る側で設定するもので、 ブループリントインターフェースの方は受ける側で設定するものっていう感じですかね、まあ、どっち側に受ける側に処理を組む方がいいのか発信する側に処理を組む方がいいのかっていうのが組みやすい方で選ぶっていう感じになるかなという気がしますただこのイベントディスパッチャーの方はどちらかというとなんかこうキャストと一緒に組み合わせて使う機会が多い気がするので今回はブループリントインターフェースの方を使っていきます 次が今回のの主役のブルーーープリンントインターフェースです。これは次回組んでいきたいと思いますこの通信方法のデメリットはブループリントクラスが1つ増えることで1つのブループリントインターフェースにいろいろ入れてもいいんですが用途ごとに分けたりしだすと徐々にどこで処理しているのかが分かりにくくなるかなと思いますデータを丁寧に整理しておけば特にデメリットはないと思います最後にアプライダメージ、まあ、これはダメージ通知を送るだけなんですが このダメージの数値を何て言うんですかねモールス信号的な,なんか数値の暗号的な形で送るとかもできる気がするのでダメージを通信用に使うのも若干イレギュラーなんですがなんかアリな気がしていますこの辺のダメージを使ってなんか簡易的な RPG の会話処理なんかを今度試してみたいなと思いますということで今回は ブループリント間の通信方法をざっくり知っておこうという回で次回はブループリントインターフェースでデス関数やジャンプをさせるみたいな組み方をやっていきたいと思いますって感じで次回もよろしくお願いします